フリーナお願いしたいです。はい、ゆりさん。2023年4月から。ちょうど1年ぐらいってことか。いいね。じゃあ持ってるキャラも、そうかそうか、1年か。なんか顔ぶれがみんな凄まじく強いけど。フリーナ見ていきます。はい、セレン 5! 聖水流転セレン 5? え、じゃあ貫突じゃん。武器貫突。基本的にはね、星座進めてから武器のセレンなんか上げる場合が多いです。もう武器がセレン5の時点で貫突です。え、じゃあヌビレットは?ああ。セレン3。セレン2。セレン4。セレン1。セレン5。セレン2。武器のセレンなんか上がってるってことはみんな貫突じゃね?貫突。あ。ああ。あ、ナビは4なんだ。ほいほいほい。貫突。貫突。ナヒ4突ね。はいはいはい。いやー。原神の経済回してるね。ありがとうございます。じゃあちょっと生物見るか。で、黄金4。そうね、フリーナは黄金4やね。花あら強い。 48.2 会心率、会心ダメージバリ高。羽 45.1 だ。いいね。で、原茶かな。まあでもなんか HP でもいいけどな。あ、原茶だ。さすがさすが、素晴らしい。これ強くね。ここは 53.4 あるけど会心だけで 48.1 あるし、あ、やばいかも。コップ、HP コップ。うん、フリーナは、そうね、爆発でダメバフ稼げるし、黄金4セットだし、モチーフ武器でもダメバフいくし、まあ、HP コップはね、あり。なら、水バフよりもいいかも、なんなら。33.4。そう、時計がね、原茶の関係でね、HP じゃないから、コップを HP にするよね。冠、率。スコア 29.2 原茶。え、このフリーナやばいかも。HP35,900 めっちゃある。率91、ダメ242、綺麗すぎるな。回心率90ちゃんと上げて、回心ダメ242まで上げてる。螺旋でね、回心率 7%、 回心ダメ 15% とか拾ってめっちゃいい感じになる。これで原茶も170あるから、もう爆発絶対回るし、完璧じゃん。最強だ。スキルと爆発のダブルクラウンと、これは凄まじいですよ。一年でここまで行くってマジ?いや、まあ、黄金がね、その最近出た生物、フォンテーヌ来てからみんなせーので始まったかな。仕事は、その黄金でめっちゃ頑張れば、全然ガチ勢にも勝負できるよね。休んでいいのでしょうか?すごいな。この時計もね、一年でこの時計出したわけだから、これもすごい。すさまじ、感服しました。やられた。もしよろしければ、激化が、汎用激化か汎用化か悩んでる八重様も見ていただければ幸いです。いいよ。神楽ね、モチーフね。攻撃力2255、熟知も持ってる。どういうビルドだ。黄金4見ますか。芝生に寝転がるとスコア 39.3 かな。で、熟知付きいいですね。まあ、熟知は闇巫女にとってダメバフにもなるし、激化のボーナスにもなる。あね、28.8 熟知、うんうんうん、時計、攻撃時計、うん、で、八重美子はまあ攻撃でも熟知でもどっちでもいいと思うねんな。 42.0 やね、強いね。コップが、コップ攻撃なんだ、うん、あ、そうね、黄金4セットでバフ稼げるし、神楽でもバフ稼げるし、コップ攻撃は合ってる。コップ攻撃あり。コップ攻撃だから攻撃力2400あるんだな。 26.4 熟知。冠が、え、めっちゃ熟知持ってるやん。すげえ。メインステータス熟知じゃなくて、サブステだけで熟知277稼いでる。いいね。攻撃力2200。攻撃力ある。会心ある。熟知277ある。これで激化ボーナスですよ。いや、なんも、ケチつけるとこない。いい八重美子だと思いますよ。うん、素晴らしい。あげどりさん、ゲランでお願いします。来た。ゲランね。武器なんだろう。HP33000 だから弱性かな。弱水使うときはちょっと原茶を盛りたいですね。まあ時計原茶がちょっと多いかな。絶縁4。花。46.6。高い。40後半。羽。45.3。高い。時計原茶。素晴らしい。完璧だもん。スコアが。36.1 か。いいね。で、これ、攻撃力もついてるから、これライデンにもいけない。ライデンも原茶時計だろ。攻撃なら 43.1 だな。これこの時計はいろんなキャラが取り合う。コップ水バフ、うんうん、スコア 31.9。 冠が、
会心ダメ冠で 30.2、 このエラン強いでしょう。 HP もあるし、ゲンチャも170ある、まあ、170あれば基本回ります、うん、まあ基本ストレスない。ブリッツダメも高いレベルでついてるし、もう完璧ちゃう。一突してる、うんうんうん、テンプレベラ10、うんうん、はい、最強やん。いや、いいな、この時計はほんまに複製したいな。3個ぐらい欲しいよな。いや、5個ぐらいあっても困らんな、うん、いいね。せー、ヤーマンさん、テンプがまだですが、八重様とヌベレットお願いします。はい、なんか八重様見てほしい人多くない？次復刻来るからか。武器ルロー、まあルロー八重様はまあありだ。ちょっと30秒中10秒で、20秒はちょっとバフがかからないんだけど、まあ、どれが伸びても当たりなのがねいいよね。金メッキ4八重様、スコア 39.6 ゲンチャ、いいね。金 47.5 ゲンチャ、いいね。攻撃時計 34.2、 悪くない、いいね。コップ雷バフで 38.6、 いいね。冠が会心ダメ冠で、とても好きです。スコア 39.7 ゲンチャ、ほー。え、なんかこのヤヤミコ、ゲンチャ漏れてない？まあ、爆発もヤヤミコは全然、まあ、そう、貫突ヤヤミコはね、もうスキルだけで全部倒しちゃうんやけど、何突だ？無突か！あ、無突のヤヤミコは爆発結構打った方が強いんよね。で、爆発強いんよね。そう。いいんじゃない？ゲンチャ伸びてんだもん。え、率70、ダメ237、すごいな。武器、流浪学章で、冠が会心ダメで。要70まで上げましたね。率70、ダメ237、会心これでもね、率頑張ってる。で、攻撃力もルロー学章で1863だし、金メッキでね、攻撃力が上がることもあるから、うん、いいと思う。ルローでこれは頑張ってるし、強いね。ゲンチャも130ぐらいあるから、まあ、爆発も回る、うん、いいと思います。ケチつけるところはね、やるなら星座2つぐらい。テンプもね、116か。え、爆発のレベル上げてもいいっすよ。118とかはありだな、うん、あの、ヤヤミコ無凸だとね、無凸だと爆発も結構回した方が強いって感じになるので、テンプレベルも、まあ、6とはいかず、6じゃなくて8とかまで上げてもいいかなとは思います。いいね、レベル高いな。 HP 43,000、お期待大。金箔伸びだ、うん、まあ80レベルなのは、まあ、HP のサブステが伸びるだけだから、まあ全然いいね。ファントム4、ファントム4セットで HP 43,000、有望じゃね、この伸び強いぞ。スコア 47.4、 自由枠です。36.9、 でも HP777 あるしな、うん、スコア以上の価値があるな。 36.9 か、うん、時計が HP 時計 42、 HP 時計42、なんというコップ。水バフ、これや強かったらやばいぞ。水バフファントムで 46.8、 なんで水バフのファントムで40超えてくんねん、おかしいやろ。冠が 37.5、 このレベルってやばい。HP 43,000、 HP の量がまずやばい、まあ、金箔の効果も込みだろうけど、だとしても高いようだ。で、会心率はファントムで98になります。で、ラメも204、綺麗すぎる。1対2、 HP 43,000 は高いし、ファントム込みの98204はね、ほぼ1対2で綺麗。まあ、ちょっとサブでゲンチャついててもいいかなぐらいだな。そんなんパーティー編成とかでもどうにでもなるし、別にネビレットそこまでバカビー玉では困らんから、うん、芝生に寝転がると恐ろしく強いな。無凸テンプレベルは833、うん、これね、銃撃もっと上げましょう。王冠使っちゃっていいぞ。166とかになってくるかな。めちゃくちゃ強い、完璧だ。綺麗すぎた、ちょっと、うん、これやってます。あ、そうそうそう、金箔でね、元素エネルギー回復できるから、それもあるわ。別に原茶だっていらない。ヌビレットに金箔マジで噛み合ってるんよな。これ爆発使って、そしたらエネルギー 13.5 回復だからね。ヌビレット爆発70だっけ、確か57族だしな。回る回る。素晴らしすぎる。